今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。独演家あかねでございます。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はクジラ号4周年ということでワンマンをやっていただけるということで、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。この3周年に引き続きます ね。4周年もねお世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。すごく嬉しいです。はい、で今日はね、あのね、切り絵のね方もねたくさん飾ってあって、切り絵師の、ね、木村新太、あの腐れ縁なんですけれども、ね、あのなんかあのここまで駆けつけてくれた、ね、ということです、ね、はい、いつもありがとうございます。ちょっと質問なんですけど、はい、初恋について欲しいんですけど初恋は、はい、いつ頃どんな感じでどんな人に初恋しましたか？初恋はですね、はい、小学生の頃にですね、私出身が石川県なんですけれども、ああ石川県、うん、石川県なんですけど、うん、夏休みは、うん、その祖母の家でお世話になるのが恒例になっていて、で、あの祖母の家の隣にですね、うん、あのカズちゃんっていうカズちゃん、あの東京の男の子がですね、うん、あのお母さんの実家がその私のおばあちゃんの家の隣なんで、うん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 、1ヶ月帰ってくるんですよ、うんうん、で、その子が初恋といえば初恋なんですけど、うん、あの海沿いの町なので、うん、あのこう真っ黒焦げ のこうそやな男の子が多い中でですね、そのカズちゃんっていうのはもう色白でですね、うんうん、あのなんか本当に繊細な男の子で、だから私夢中でしたね、これ友達もいないから、あのこっちの地元の友達がいないからちょっとあの夏休み中私も独り占めみたいな、うん、いいですね、カズちゃんね。カズちゃんね、初恋したっていうのはどんな感じのことで初恋だなと思ったんですか？どうなんでしょう、あの、うん、なんか後々っていうか、うんうん、なんかねその時はそんな実感がなかったんですけど、うん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 、やっぱりね、あの、うん、あれですよ、やっぱりその夏休み最後の日とかになると、うんうん、もうカズさんいなくなっちゃうんです、うんうんうん、それでなんかその何とも言えないワンワン泣いたりとか、うんうん、そういうのが寂しくて、そうそう、お盆が過ぎたあたりから、うん、なんかそのお互いちょっとその別れを意識し始めるわけじゃないですか、なんかそういう感じとかっていうのが夏のかげろうっていう曲なんですけど、今日はやらないですけど、やってほしかったのなそれ。そしたらこれに続けてこの歌も入れたかったなんかそういう初恋ですかね、なんかそんな感じなんですけど、そうなんですね、うん、こういうの楽しいですか？大丈夫、皆さん大丈夫ですよあとなんかあれですよね、なんか私のファンからするともうちょっとこうグロいやつとか聞きたかったのかなって思います。いやそんなことないでしょう、これはこれで貴重なお話ありがとうございました、はいはい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。お名前お願いします。村男です。いつもありがとうございます。村男さんはなんで村男さんっていうの？村田力を縦書きで書くと村男です。え、これ何なんですか？本当にわかんないんですけど。質問していいですか？はい。あなたの初恋について教えてください。はいはいはい。いつどんな人を初恋しましたか？初恋っていうのもいろんな、何について初かっていう話になりますよね。それは異性ですね。恋愛。いや、その恋愛もどういう恋愛かっていう話になるんですけど、うん、初めて恋したなと思った時で結構です。幼稚園とかのその恋とかは多分素敵なものだったんであれなんですけど、うん、本当の初恋は多分中学ですね。お、中学2年とか。中学2年、はい、どんな人でしたか？そうですね、なんかすごく転校生だったんですけど、むちゃくちゃ混ぜてる方でしたね。混ぜてる、どんな風に？まあ援助交際したりとか。中学生で？すごいね。やっぱそういう、その人をそういう感じが魅力的だと思ったの？いや、好きになった後に。あ、好きになった後に分かったのね。できましたね。それなんで初恋だなって感じたの？いや、もう何ですか、その綺麗なものとはちょっと違う感じ、うん、なんか苦しかったですね。苦しかった。もう中学2年生の時にその苦しい思いを体験したんですね。はい、はい、これ何なんですか本当に。で、そのね、今歌やってるじゃないですか、はい、そのラブソング的なものってありますか？ラブソング、全部ラブソングです。全部ラブソング、はい、そのじゃあ初恋について歌にしたりとかありますか？初恋についてはないですね。ないんですね、はい、ありがとうございました。バン、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前お願いします。今村達也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。質問なんですけど、はい、よろしいでしょうか？どうぞ。何なりと。はい、あなたの初恋はいつどんな人だが初恋でしたか？初恋ね、初恋はですね、あれな、小学校4年生ぐらいですかね。お、早い。木原真美ちゃんっていう、あ、名前もちゃんと覚えてる、はい、ここに恋をしたのが初恋じゃないかなと。うんうんうん、へえ、うん、それ初恋ってか、あの、思ったのはどんな感じで思いましたか？なんですか、下半身が熱くなる感じというか。胸が熱くなるとかじゃなくて。感じですかね。その初恋、今歌やってるじゃないですか、はい、その初恋は歌とかにしたりしましたか？その初恋の人に同窓会で 何十年ぶりに会った時の曲は作りましたね、うん、その木原真美ちゃん。そうそう。じゃあ何十年ぶりかに再会した時はどんな感じでしたか？いや、綺麗でしたね。わ、よかったですね。まあ、まだ未だ独身で、すごい美人に、なんかおしゃれで、うん、なんかちょっと嬉しいですね。うん、まあ嬉しいですけどね、まあ僕ももう結婚して子供もいましたし、5人、うん、でそれでね、なんかね、うん、なんかやったろうとかそういう下半身むつむつしてもしょうがないんで。でもなんか、あの、不思議な気持ちになりましたね。ああ、うん、そうなんですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ。おおお、じりじりと年を取る当たり前に日々考える時間も少しずつ増えてきて、思い出に浸る時間も増えてきた。
を去りゆく人にはさようなら、出会った人にはこんにちは、しばらくぶりなら久しぶり、元気そうで何よりと言葉を交わして確かめたい、できればこの手で触れてみたい、思い出などは幻想で確かめようがないね、君はあれからどんな夢見て暮らしてきたの、君はいくつの涙流してここにいるの。はい、はい、お名前お願いします。ほうはしはじめと申します。今日はよろしくお願いします。なんかあの新しく新譜が出たって今さっき聞いたんですけど、はい、5月に新譜を出すことになりました。いいですね、はい、アルバム、8曲入りですね、アルバムっていうんですかね、なんていうんですかね、へえ、あのテーマとかそういうのあるんですか。一応前回音源を出した以降にできた、うん、歌だけを基本的に集めてて、うんうんうん、新しい歌ばっかりを入れてるんですけど、うん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 、それプラスあの今回は副音声付きの、うん、はい、副音声、副音声、何のことやらという人は買ってみてください、うん、楽しみですね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、で今日ライブですね、今日は9時5です、ぜひしばらくぶりなので楽しみにしてます。お願いします、ね、はい、周年おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっと斜めに座ってそれっぽいですね、僕ね、なんかねちょっと一つだけ質問いいですか。はい、何でしょう。あなたに、あなたの初恋について教えてください。初恋、はい、どんな時期に、はい、どんな人に初恋したかを教えてください。初恋、ね、初恋、これが初恋だったなって後で振り返って思ったやつですかね。まあ、何でも大丈夫ですよ、はい、高校3年生の時に好きになった年上の女性がいて、うんうん、年上、へ、はい、高校3年生、僕が高校3年生の時に、うん、なので全然学校とか関係なく、うん、じゃあもうその方は大学生とかお勤めとか、そうですね、全然関係ない生き方してたんですけど、うんうんうん、でまあ好きになって、うん、2年片思いして、うん、その後お付き合いしたんですけど、うん、わ、すごい、初恋の人と、はい、すごい、なんで好きになったの。なんででしょう、なんか自分にないものをたくさん持ってたんだと思います、うん、はい、じゃあお付き合いされたっていうことは、はい、ずっと初恋してたからすごく嬉しかったわけですよね。嬉しかったです ね、 ね、はい、なんて告白したんですか。もう覚えてないです、ね、はい、はい、今久しぶりにその頃の記憶の蓋を開けてるんで、はい、その時に書いた曲とかあるんですかね。その頃に書いた歌、ま、歌は多分その頃も作ってたんで、うん、はい、その頃作った歌はそりゃそういう時の心境があるとは思います。今日ね、聴けたらな、いいな。やらないですねやらないんだじゃあ今日楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。今日も政治家たちは茶番劇という名の舞台の上で手を取り合って、でもよく見りゃ足を踏んづけ合ってミュージカルを踊ってる。それを見た観客たちは思い思いのヤジを飛ばして、手元にあるビニール缶を舞台に投げ入れて、なんだかやってやったような顔をしている。だけど政治家たちも観客たちもまるで気にしちゃいないのさ。この劇場に明かりが灯るのは今日が最後だということは、もうすぐ幕が閉じる頃、劇場の外に出てしまえばみんな
めるのに夢から覚めても目が覚めない人ばかりさ脳みそに酸素が届いてないんじゃないいい夢見させてくれてありがとうガランドウの劇場で歌っているみんな言うよね明けない夜などないよってだけどその夜明けまでの永遠のような時間をどう過ごせばいいのかは教えてくれないし止まない雨なんてないよってでも土砂降りの中を傘も持たずにどうやって歩いていけばいいのかも教えちゃくれないいい加減もう終わりにしないか誰かや何かのせいにすること夢の中で暗闇の中で目を閉じたままでいることももうすぐ夜がやってきて眠らない街を飲み込んで眠れない僕らを吐き出しても夜めない夜の崖っぷちから飛び降りて明けない夜を切り裂いてやるのさはいお名前お願いします浜野ひろちかです。今日はありがとうございました。今日すごい盛り上がりましたね。盛り上がったも楽しかったですね。いやもう最高でしたね。いや楽しかったっす。ね、皆様のおかげです。ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。CD も売れたとか。ああ売れましたね。うん、本当に食っていかないといけないので売れると嬉しいですね。ね、よかったですね。よかったですね。もうガンガン売ってねえねえそれで飲みましょう。そうもうもう焼酎いただいてますからもうそれでね、ええ、あの質問してもいいですか。もう全然何でもあなたの初恋について聞かせてください。あなたの初恋はいつ頃、ええ、どんな人に初恋しましたか。初恋はねはいあの明確にこれは恋だなって思ったの俺は小1ですね。小一、うん、なかなか早いですね。早いですよね。でも、うん、舞子ちゃん、舞子ちゃん同じクラスの舞子ちゃんが、うんうん、俺は好きだったっすね。へえ、そのね、うん、舞子ちゃんに初恋したってあの実感したのはどんな感じですか。どんな気持ちっていうか。えでもやっぱね、うん、別にな、まあ、小一だから、うん、別になんかそんな全然告白がどうとかもないし、うん、ただ単にもうなんかこの子がなんかすごい気になるなみたいな、うん、可愛いな、うん、好きだなっていうのがぼんやりあったっていうだけなんですけど、うん、ただ、うん、その小学校がね1年2年がこうあってで、まあ、3年でクラス替えがある、うんうんうん、なので、まあ、1年2年一緒だったんだけど、うん3年でクラス替えになって、まあ、そこからは接点がなくなるんですけど、うん、中学に入って、うん、中学の僕が2年生の時に生徒会をやったんですけど、うん、その生徒会にその同じその生徒会メンバーに舞子ちゃんがいたんです。舞子ちゃんいたんだ。いたんすよ。ラッキーですね。ねえ。ねえで、うん、中2の生徒会って言ったらもう、もうじゃないですか。うん、ねえ。うるさいようるさいよもうねあれはいい思い出だった。まゆこちゃんのねどこが好きだったの。まゆこちゃんはね、うん、まあのもう本当に顔も好きだったし、うん、面白い子だったんですね。話してて楽しかったですね、うん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 、明るく楽しい子。そうそうそう、うん、浜野さんね今歌ってるじゃないですか、はいはいはい、そのまゆこちゃんを題材にした歌は作ってますか。ないっすね。あら今度作りましょうよあーでもそう面白いかもねえ。俺恋愛の曲ないんすよ俺つい ないのやれなんかで、うん、人生がどうとか、うん、俺の青春がどうとか。あ確かになんか、ね、もううるさいことばっかり言っちゃうんで、うん、なんかひろちかさんの歌なんかこう
元気もらえる歌が多いですもん ね, んね。そうなんですよ。ついね、ピアノ前立つとね、うん、うわーと俺やーと、うん、うわーってなっちゃうんで、うんうん、聞いてたらもう頑張ろうみたいになりますもんね。そういうスイートな、スイートな曲ないっすね、うん、じゃあ今度作りましょうよ、スイートの曲。作りますかね。もうその時それできたらもうクジラ号で一番最初にやってくださいね。わかりました。ありがとうございました。今日もあのかっこよかったですね。ありがとうございます。ね、盛り上げていただいていつもありがとうございます。で、質問なんですけどいいですか。はい、はいはい、いいですよ。じゃあ柳さんの初恋について教えてください。初恋、初恋はいつ頃どんな方に初恋したか教えてください。ああ、こうなんかあれですよね、こう胸がキュッてなった感覚ですよね、うん、中学生の時かもしれないですね。中学生、小学生の時もあったかもしれないけど、うん、確実に自分で認識してるのは中学生、中学生、うん、同じクラスの、同じクラスの、うん、まあそんなこういうイメージは出せないですけど、うんうん、その子が、うん、そうで、どうやら両思いだって聞くから、うん、俺も告ったんですけど、うん、振られました。両思いだったはずなのに。そう。そのね、初恋の人のどんなところが好きでしたか？可愛かったですね。
可愛かった。だから初恋したの？あ、だからその子、まあ普通に仲良かったんですよね。うん、うん、そうそうそう。そうそう。なんかその子を思うと胸がキュンとして、これは初恋だなって思ったってことですよね。そうだと思います。あのね、はい、歌いろいろ作ってるじゃないですか、はいはい。そういう初恋の歌とかって作ってますか？いや、作ってないですね。ラブソングないの？ラブソングね、今作ってる最中だ。おじゃあその初恋のちょっとラブソングも作ってみませんか。うん、機会があれば作ったらぜひぜひ。もちろんここで歌います。クジラ号でやってください。初披露はじゃあここでやりましょう絶対ですよ、うん、いやけど覚えてないしな。ちょっともうほらこの年になってね、うんうん、初恋の歌を歌うの臭いかなって思うから。いや、いいでしょう。この年だからいいんじゃない。じゃあ、まあそれはじゃあ、はい、検討してみます、うん、ぜひぜひ、はい、今日もありがとうございました。パッとやむ夕立ちのような憂鬱、夕立のブルって曲聴いてくれ。曇り空の下何をしようかな。曇り空の下どこへ行こうかな。虹を描くには早すぎるかな。土砂降りの中這いつくばったぜ。土砂降りの中這いつくばった。地平道吐くような赤い山がば。夕立ちのブルー、夕立ちのブルー、夕立ちのブルー、夕立ちのブルー。あっという間にも夕立ちのブルー。愛しい君は今どこで雨宿り。愛しい君は今どこで雨宿り。それともひとしきり濡れているのかい。
そこの水たまり飛び越せるかな。夕立のブルー、あっという間に夕立のブルー、ありがとうございます。